Alright, so welcome back to another video channel, and welcome back to gameplay number 47 of Yakuza 0. First off, I want to say thank you so much for the amount of support you've been showing these videos, and that is because we are almost to the 50 video milestone. That's really crazy, and man, y'all have been showing a lot of support for those videos, and I want to say again, thank you so much. And I want to say thank you again. And I want to say thank you so much for doing so, and wow. And also, this story is getting really, really juicy, especially with how the prior video ended. Like, we finally met Seta, the mysterious person that took Makoto, and ooh, we learned another vital thing as well after that. We learned that Seta actually met Kiru at one point, and with that, I'm really curious to see how Majima and Kiru is gonna meet at one point, because they got to, and I gotta say, I'm really excited for that moment to happen. But for right now, let's see what we can get in today with today's video. So before we jump into today's video, I want to say, as always, all the support shown in this video is greatly appreciated, and as always, be appreciate up a like, comment, subscribe, and share the video to all cool things. And with that, let's go ahead and jump into the video.道島組幹部、阿波野の包囲網はついに桐生を神室町に追い詰めるが、橘の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて殻の一つぼをめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東条海本家をも巻き込んでいく。 目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる殻の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女を神室町に無事連れ出すことが桐生や橘にとって 道島組に対抗しうる唯一の手段だった。Chapter 13 Crime and Punishment。 こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ、知りたかったんだろ。 橘不動産、桐生一馬。 前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う、似て非なるものって感じか。あんた蒼天堀にいたことが。神室町に来る前は俺も橘社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、 ほんの 4、5 人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で俺は社長の腰巾着だったわけ。橘が腕なくしたのはその頃の話か。まあね、当時組んでた奴が 今、笑福町にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前、先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんだね。寄るとこ？この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくる。
渋沢組と近江連合の動きも少しは分かるかもな。そうか。お前にはビデオ屋で世良って男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。世良ってのも立花不動産のもんか。いや、東上界の人間だ。日教連って組織のな。日教連聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、その世良って男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが町をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃ、また後でな。So we're on Majima's side of town now. Alright, so we gotta head to the video shop. Let's see. Where would this video shop be like? Okay, so it's located around here. I wonder what would the dialogue be if Kiru would go to Sunshine. I guess going to Sunshine is not an option. Alright, so let's go ahead and head over to the main objective. I wonder if there's anything we could do to, you know, get special dialogue. Because I doubt we could go to the cabaret. Well, I guess we could go to the cabaret, but I don't think there will be any special dialogue. Let's just head over here for right now. Shoot, there's not even people trying to jump us. That's new. Okay, got the spot. Let's go ahead and head in. This is it? No. Is this it? Yes. Yes, it is. いらっしゃいませ。ん？初めてのお客さん。うちはええもん揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。まあベータか VHS かだけは気ぃつけてくださいね。俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。なんや、そんじゃあんたが桐生さん。ああ。ほなちょっと待ってな、奥に部屋あるから。特別なお客にはここ中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。ここはあんたの趣味の部屋ってことか。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた立花とは長いのか？どっちかいうと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレンタイやっとった。そこに2年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけど
たった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄の差や。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児の二世やで。中国残留孤児？立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やった。けどその土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で立花さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに立花さんのことは兄貴や呼んどった。小田。よう、店はほったらかしか。客が困ってたぞ。あれ、ほんま？ほな、ごめんな。ごゆっくり。あいつ、話長かったろ。ああ。あんたらの話を聞かされてた。もしかして、俺が社長に惚れ込んでたとかって話か？ Wait, what? 話半分に聞いとけよ。ふん。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ。でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってこと。で、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ？え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。Alright, I guess we just gotta wait by a phone. Huh. Alright, so let's see. What can we do in the meantime? Alright, I guess now the question is, what can we do in the meantime? Let's see. Alright, I guess now the question is, what can we do in the meantime? Let's see. Entertainment. Casino. Disco club. Oh, we could hit up the disco club. Mahjong.
Karaoke's not doesn't sound bad. All right. What's this spot? Come on. Okay, shogi. Let's see. Darts and pool. Darts sounds good. You know what? Let's go ahead and hit up... Oh, wait, actually... Oh, we got access to the grand now. All right, so let's see. Let's hit up the darts and pool. Let me see real quick. Go this way. Let's hit up the darts and pool, and then we can check out the grand. Why not? But I gotta say, I'm loving the story so far. Like, how they managed to just intertwine Majima's and Kiryu's story together. That's something. Actually, you know what? We're already here. Why don't we just go here first? Man, that's cool. I like that little dialogue. Still real cool. Alright, so let's see. The bar's right here. Let's go ahead and chill out here real quick. Alright, so let's go ahead and play some darts. Yes. Play solo. You know what? I can go with intermediate. Let's go 1 and 501 is good. And let's go with these. Nice. Real nice. Alright, so let's see. Let's go ahead and go for that bullseye. Alright. A little higher. Good, good, good. Ooh. Oh, we got the low turn. Not bad. Alright, cool, cool, cool. Let's go for these bullseyes real quick. Let's see. Come on, we can get another. Nice! Real nice. Hat trick. Nice hat. All right, let's see. Get a bullseye again. All right, cool, cool, cool. And one more. Hat trick. Real nice. Nice hat. Real nice. All right, so let's see. Let's go for one of these. One of these. All right, so let's see. Let's go ahead and go for... You know what? I'll play it safe. There we go.
looking really close now. Hey! Sorry! Alright, so let me go ahead and get that 15. Nice. And that 4. What? No! I was so confident in that 4. Okay, cool. We can still win this. I just wasn't expecting, you know, for that bust. Pause though. How? Still our turn? Okay. I'll take that. Shoot. Yes! Real nice. Real nice. Got a game of darts in. That's actually pretty fun. Alright, so now, let's go ahead and do some disco. Or actually, was it karaoke? It was something around here. We got disco here. Shogi. Karaoke. Let's go ahead and make our way over there. Alright, I'm gonna see y'all in a minute. Talk to y'all soon. Let's get going. Alright, so I made it to the spot. Let's see. Which one is it? It's here. Let's go and go in. What? Dang it. Man, I was excited to do some karaoke. Alright, so let's see. Let's go ahead and go here then. Hopefully he won't pass up on that one. Let's see. Let's go over here. Spot? It's this. いらっしゃいませ. Sounds good. Gotcha. Alright. Let's see. Let's go up to the DJ. Do it, dance solo. Let's do Queen of Passion. Start on easy since it's the first time on that song. Sate, itcho kimete kuru ka. All right. Okay, good. No! I'm getting it. You know what? I think we did pretty good. I missed a couple, but we did pretty good. At least we completed it though.
You know what? Let me get a redo on that one. Let's increase our score.クールに決めてやるぜ。Alright. Starting off good.Real good, actually. Dang it. You know what? Not bad, not bad. We're still...Still doing pretty good. Damn. You know what? Not bad. I know I missed a couple of them, but not bad.Alright, keep that in mind. Right now, let's go ahead and check out what other things we can do. Go ahead and leave. It was fun though. Ooh, the pager's beeping. Alright, sounds good. Let's go ahead and head back.How far is that actually? Not far at all. Alright, I guess I'm gonna see y'all there. Talk to y'all in a bit. Alright, so we're here. We're at the spot. Is this the video store? Oh, it's next door. Oh. Alright, now we just gotta walk it back. Also, I noticed Yep.I didn't even mention it earlier, but this dude's here. That man still haven't found his pants or shirt. And that's crazy. Oda さんやったら、さっきの奥の部屋におるで。セラいう人から電話あったらしいな。そうか。Oda さんやったら、さっきの奥の部屋におるで。セラいう人から電話あったらしいな。そうか。わかった。あ、ちょう待ち。今から大事な交渉事なんやろ。あんた、もう準備はええんか?準備?せや、どないな仕事かは知らへんけど、きっと最近町で起きてる極道絡みの事件と関係あるんとちゃうか?それは、俺の口からは言えないな。とにかく、あの立花さんが関係しとることや、平穏無事で済むはずがない。何が起きても不思議やないっちゅうことや。なるほど。それはそうかもしれないな。せやろ。ほな悪いことは今。準備は今のうちにしっかりしとけや。You know what? I think we're ready. 大丈夫だ。準備はできてる。そうか。ほな、入り。来たな、キリュウ。ああ。セラから電話があったんだな。そういうこと。牧村誠の引き渡しは、椿園の弁天やって料亭でやることになった。
椿園の弁天屋。ああ、そこの座敷でこれから世良と会う。周りに異常がなければその場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。町中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一つを相続してたことを世良に聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。家出？ああ、それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億。神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。そこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだがな。彼女が神様に感謝してるか聞いてみるといい。いや、聞くまでもね。彼女もここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。周りで死人も出てるってよ。何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で店に出入りする客のチェックだ。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。そこから先は新幹線だ。新大阪から乗るのは危ねえってことか。一応の用心だ。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。ああ。なあ桐生君、お前はこの時のために立花不動産に入ったようなもんだ。いよいよしっかり働いてもらうぜ。何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一坪さえ手に入りゃ風間の親分さんを守る道も見える。